今日は前回に続き取材に飛び出しました。まずは小ネギを栽培している高品さんのハウスにやってきました。高品さんに考えてきた質問を聞きます。あの、そこの向こうの方に湯葉があってな、バギがある、太陽でな、そこから湧き水が出る、湧き水が出る、その湧き水をパイプでどんどん引っ張ってな、そこまで若い時にな、今は若い時に引っ張ってる、その湧き水。ネギを作っている時、大変なことは何ですか？風とかな、雨とか雪とかな、それと暑いとか寒いとかな、いろいろ自然の影響がこう増えるな、いろいろまあ気を使うね、な、気を使うな、だから天候とかにいろいろ気を使うな、それは大変な。作るきっかけは何ですか？農業が好きだったから、米、麦、タバコ、な、花と作る、地や根液と、もう一人は農業がな、好きだったからな。なぜ水で育てるんですか？水は出来になったら全部捨てて、全部変えるな、水が変えない。土はだんだんこう悪い色が変わってるな。で、出来になるな。ハウスの中を見学させてもらいました。ネギが芽を出すにはな、やっぱ27度くらい温度がいる、温度がないと芽が出らんな。だから夏はいいけども寒い時は芽が出らんからな、あっという電気で温度がいるな、で芽が出らんな。種まいて約1週間くらいな、なるくらいな、こんだけ少し水が流れるな、少し水がな、この苗がまた大きくなったら、向こうに植え込むな、植える。これが苗を植えたから約1ヶ月。苗で1ヶ月な。1ヶ月でしょうか。ここでは収穫してきたネギの根をきれいに洗う作業をしています。これきれいで洗うな。長さを選別する場所へやってきました。選別する。うん、選別。うん、長さが長いのが短いの。サイズがね、長いのは L サイズ。短いのは、M サイズ。育てるだけじゃなくて、選別したり洗ったり、いろんなことをしているので、大変そうだなと思いました。夏は2ヶ月で、冬は3ヶ月で出荷ができるという季節で違うっていうことが知れてよかったです。水はどこから来てるのかと知らなくて、聞いてみたら湧き水だったことを知ってびっくりしました。曲がっているだけで出荷できないのが僕はとても残念だと思いました。機械じゃなくほとんど手作業で、休みが少ししかないのにみんな頑張ってやっていたのですごいと思いました。今日は見学させてくれてありがとうございました。次はトマト栽培をしている久保田さんのハウスに来ました。お願いします。トマトを甘くするために気をつけていることは何ですか？ストレスを与えるとだいたい甘くなるというトマトは言うんですけど、ストレスを与えるということは水分を切る、水をあまりやらない、生育に必要な最低限度の溶液、水分、水を与えるということで、日当たりは水を最小限に与えて、苗が枯れない程度というか、冬トマトは何種類あるんですか？トマトの品種はもう数え切れないぐらいあります。違う植えてるのは、桃太郎という品種です。なぜ冬に育てるのですか？温室では、気温が高すぎてできないからね、冬寒い時に、作っている。トマト栽培の様子を見学させてもらいます。これずっとこれが飲んでいくんです。ここで最終的には、そんなに伸ばさないけど、このくらいまでは伸ばすかな。一本の木をこうひねったらこう出るんよ、水がこういうふうに、これで、この太りを成長を調節してる。大きくならんよ、あまり大きすぎないように、ちょっとあそこと違ってこうやって、すげー、
水が流れてる。水が流れてる。ここから水が出てね。このセットに水が流れてる。水のところにトマトを刺してね、こういうふうに。生育がもうこんなになったらもう水を15分流して30分よこがしてるとか、もうストレスを与えてトマトの糖度を上げるとか。2つのやり方でトマトを育てていると分かってびっくりしました。木が成長したら横に向けて、また成長したら横に向けてという工夫にびっくりしました。私は水でトマトを作ることを知らなかったのですごかったです。温度とかに気をつけてやるので大変だと思いました。2種類目の水だけで栽培するところに驚きました。本当に水だけで育てて根っこもたくさん伸びているのですごいなと思いました。新聞を作るのに必要な情報はちゃんと聞けたかな。次回、子どもたちは新聞のレイアウトについて学びます。